ストーンズ森本慎太郎、スノーマン渡辺翔太、目黒蓮ラウールと話して感じたこと、グループの魅力も力説、向いてる先は一緒。ストーンズの森本慎太郎と松村北斗が、23日放送のラジオ番組、ストーンズのオールナイトニッポンサタデースペシャル、日本放送、毎週土曜夜23時30分に出演。ストーンズについて語り合う場面があった。この日は、松村がジュニア時代からの、かけがえのない相棒と呼ぶ森本と、グループについてトークを展開。森本は舞台、ドリームボーイズ、にてスノーマンの渡辺翔太、目黒蓮、ラウールと話した際、自身が、みんなの喋ってるトークテーマの2個先くらいの話してたと感じたそうで、日頃共に過ごしているストーンズでの話題の切り替わりの速さを実感したと告白、いろんなところでストーンズが体に刻まれてるんだと感じたと明かした。